リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリントです。イエイ。はい、ということで今日はリントのお宝というところでこちら、ヨモツヘグリロックシードのご紹介です。はい、いやーめっちゃかっこよかった回の、ロックシードです。はい、こちらはね、仮面ライダーガイムに登場した、三つ真くんがね、使っていたミッチね、ミッチが使ったロックシード、実はね、3回ぐらいしか登場してないんですよ。3回 ?2 回かな ?2 話か、3話ぐらいしか登場してない、ロックシードで、2回か、物語の中盤で1回登場して、物語の最後で変身。そして次の次週で戦って、次週で、消えるっていう感じのロックシード。たった、それだけなんですけど、すっごいかっこよかったのと、その三つ真の覚悟っていう部分だったり、それに対するカズラバコータの、まあ、受け答えの部分とかもね、すごい良かったところです。ということで、音も聞いていきましょう。不気味なんですよ。命を取られるロックシードらしいんだよね。だから、命を糧にして戦うためのロックシード。ちょっと怖いよね。じゃあ、何音か入っていて、三つ真くん、ミッチの声が入ってます。はい、高杉真宙さんですね、俳優さん。はい、俳優さんの音声が入ってます。カズラバコータ、あなたはこのボケを止める。変身。僕にはもう、この力しか残されてない。マイさんだけは何としても守り抜いてみせる。カズラバコータ、あなたはこのボケを止める。はい、という形の音声が入ってます。で、ランダムで一番最後に黙ってるよって書いてるんですけど、流れるかな。変身。僕にはもう、マイさん振り向いて、カズラバコータ変身。僕にはもう、マイさん振り向いてくれなくてもいい。もう二度と会えなくなったとしても、カズラバコータ変身。僕にはもう、マイさんだけは黙ってろよ。流れましたね、黙ってろよっていうやつね。そう、闇落ちしてくんだよね。すごい最初はヒーローだったキャラクターなんだけど、ミッチってね、なんだけど、だんだんいろんなことをこう経験していって、いろんなものを目の当たりにした結果、闇落ちしてくんだよね。そこがでも人間らしさもあって、自分側の立場だったら多分自分も闇落ちしてるんじゃないかなって、自分のために生きるしかないって思う可能性があるんだよね。それぐらいミッチって人間らしいっていうところがあったキャラクターです。はい。で、その時に手に入れたというか渡されたロックシードがこちらで、こちらを使って自分の命を懸けてでも守りたい誰かのために戦うっていう、その覚悟たるやっていうところもすごいんだけど、最終的にね、実はそれも利用されててっていう、なんだろう、愚かさっていう部分とかもあって、ミッチってすごい共感できるし悲しいキャラだし、でもかっこいいしっていうキャラクターでしたね。はい、ということで早速変身しましょう。ちょっと待ってくださいね。僕にマイさんだけは、カズラバコータ、あなたはこのボケを止める。ここで流しましょう。電源入ってなかったね。危ない危ない。ロックオン。ヨモツヘグリアームス。名海ヨミヨミっていう風な形で流れます。変身するときに、ミッチがね、これをね、いつもすごいポーズを決める子だったんだけど、本当にただこうやって持ってで、はめるんだよね、そのまま。で、この時にただグーを握るだけなんだよね。で、変身するときってこうだから、
こうベルトについてるんだけど、こうやってグーって握った後に、この握ったままここに手をかけて、そのただグーを握るだけのグッっていうところの演技がめっちゃかっこいいの。本当に痺れるっていうぐらい本当に覚悟を決めたんだって。でその後にうっうっうっってなりながら苦しみながら変身してるんだよね。仮面ライダーってそういう細かいところなんだけど、そういうところがすっごい好きで、いやーよかった。では早速、じゃあ変身音の後の必殺技音声ね、鳴らしていきましょう。では2回カッティングですね。3回。はい、という感じですね。でこのロック手動は最終的にね壊れちゃうんですけどね、本当にあのシーンは何だろう、そうカズラバコータ主人公のねガイムのコータと戦うの、ミッチが。しかもねミッチとコータって友達だったのね。でもそんな友達の2人が戦うそのシーンが悲しいしでも熱いしっていうすっごいいい物語でした。ぜひぜひ仮面ライダーガイムを私は推していきたいなっていうところもあるので、よかったら見てみてください。最初のね、ダンスパートっていうところがあるんだけど、第10何話ぐらいまで。そのダンスパートもね、結構重要な役割を担っているので、よかったらそちらを見ていただけると私は嬉しく思います。ということで、今日はこちらの、戦国ドライバーとヨモツヘグリロックシードのご紹介でした。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、ツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。